こんにちは、現役高校教師ピアニスト真由美です。今日も前回に引き続きまして、本当に大切なこと、本当に大事なことということについて、私がちょっと思い直していることについてお話しさせていただきます。よろしくお願いします。前回私が今やっていることが本当に音楽界、特にクラシックの世界なんですけどに対して良い効果をもたらすことなのだろうかということを考え直したということをお話ししたと思います。で、それに関連して第2回目ということなんですけれども、私はね、どんな世界にも素晴らしい奥行きがあって、その最初の導入というところをやれたらと思ってるんです。ただその導入を行う人は専門的な人でなければいけないと私は思っているんですね。なぜかというと、ちょっとだけできるっていう人がやると、やっぱり奥行きを知らずに上積みだけを話すことになるからです。専門外の方がある特定の領域に興味を持って、いろいろね、これからちょっと調べてみようとか、習得してみようとか、もっと知りたいなと思う、その導く、ファシリテーターというか、その導入を行う人は絶対に専門家であるべきだと私は思っているんですね。だから私はその役割をやれたらと思ってやっていたつもりです。ですけれども、導入の部分の気分を気楽にしてくださいという、お手伝いをしたいとは思ってるんですけど、簡単にできることではないです。はい、前回ね、作曲できているんだけれど、実はその音楽の文法にあたるところの理解は実はできていないらしいということが分かったというので、ちょっとびっくりしてしまったんですね。で、それ分からずにやってるっていうのって、ちょっとこれは例に出しちゃってるのでちょっと申し訳ないんですけど、彼見てないと思うんでお話ししてるんですけれどね、どんなことにも必ず少し勉強してみればそんなに簡単なことではないということがわかると思います。それは音楽だけではなくて、書道でも美術でも、何でもそうです。お料理でもファッションでも、家具を作るでも家を作るでも、とにかく建築ね、どんな世界でも専門分野における専門っていうのはもう職人芸に近いので、毎日毎日の積み重ねでやっと習得するものであるとか、そういう地道な努力っていうものの積み重ねで出来上がってることなんですね。だから今世の中にたくさんハウトゥーが出回りすぎていて、そこの部分だけをショートカットで早く知りたいっていうふうに思ってる人が多くなりすぎているのかなという懸念があるということなんです。それは私も別の分野に関しては同じことを思う瞬間があるからです。例えば中田敦彦さんの YouTube 大学を私が見る理由は、例えばギリシャ神話とかを自分で読む根性がないんですよ。だからとりあえず大まかなあらすじとかそういうものをそこで勉強させていただいてから自分で読んでみようっていう、その導入をいただくっていう形で勉強させていただいてるんですけど、やっぱりその方法論ですね、例えばお金儲けでもだと一番分かりやすいかな、こうしたら必ず儲かりますよみたいな話は絶対にないわけですよね。それたまたま運が良くてっていう人もいると思います。でもそんな簡単にできることってないんですよ。で、私がもしそういうふうに取られかねない発信をしているのではないかという心配が出たっていうことをお話ししたんです、前回はね。で、指導者を選ぶポイントはただ一つっていうのも、これももう一度繰り返しておきたいんですけれど、学び続けている方に学んでください。そしてその方を尊敬できる人から学んでください。尊敬できる人からしかごめんなさい
でも切らないです。このまま話し続けますね。尊敬できる方からしか学べないです。身につかない。だからそういう方を見つけて、学び続けてほしいんですね。簡単にやれることっていうのはないです。でそういうふうに取られかねないかもしれないという心配が出ました。導入の部分の気持ちを軽く入ってきてほしいという気持ちはあるんですね。そこを専門家である私がやれたらいいなと思っています。ですけど、ちょっとだけできるからって言ってすぐに教えちゃうみたいな風潮はものすごく危険だと思います。これは全ての分野においてそう思っています。そして学び続けている方から学ばないと、日々新しいそのより良い方法というのがやっぱり出てるんですね。なので、それを先生がちゃんと学んでいらっしゃるかということは非常に重要なことなのね。これはね、もうぜひ肝に銘じていただきたいんですね。もし何かを習得したいと思っているのであればということなんです。ここはちょっと強調しておきます。で、よく独学でやりたいというような、ご要望をお聞きすることがあるんですけれども、1万人に1人ぐらいできる人いると思うんですね。でもそれを凡人が目指すのは非常に危険です。それは何があっても毎日、例えばじゃあ6時間練習しようみたいなことを自分でできる人に限ります。もともとの素質があって、一度決めたことはたとえ熱があっても雨が降ってもやるのだというところがブレない方だったら、独学でももしかしたらできるのかもしれないです。それでも自分っていうものの、音楽に限りますと、演奏がどのように聞こえているかっていうことはやっぱり自分ではわからないんですね。なので、第三者的に聞いてもらえる人っていうのがいることは非常に重要なことです。なので、その興味を持っていただきたい。そして導入で、その世界に触れてみたいと思った方が、気持ち軽く入ってきていただきたい。そういうための導入を、専門である私ができればいいなと思ってるんです。そしてもう一つ、これもよくお聞きすることなんですけど、専門家の様子というのは非常に簡単そうに見えます。当たり前です。無駄がないので、無駄がない動き、無駄のない線、無駄のない音、そういうものは長年血のにじむような努力をして習得した結果のラインなんですね。だからとても簡単そうに見えると思います。ですけど、簡単なものはないということをもう一度繰り返し申し上げておきます。ですから、何かを習得したいと思ったら、独学というのは結果的に遠回りです。なぜならば先生によって教え方が違いますし、どんなにその先生が優秀な方であったとしても、最終的には相性です。この方をもう心から尊敬できると思えば、その方から学べることはあるでしょう。ですけれども、やっぱり最終的には相性なんですね。で、あと、あまりにも優秀な方っていうのが、指導者として優秀かどうか、それはまた疑問です。私は割といい指導者だろうと思えている理由は、私が劣等生だったからです。あまりにも優秀だった方というのは、できない人の気持ちがわからないです。だから、苦労した方がいいだろうね。苦労した専門家に学ぶのが一番いいでしょうね。学び続けている苦労した方。だから、あんまり器用な方じゃない方がいいと思うんですよね。そういう方はできない人の気持ち一生わからないですから。というわけで、くどくなってしまったんですけど、私指導者ですので、やはり間違ったメッセージを送っているかもしれないということに対して非常に心配になりました。そして、できているのかなと思った生徒や、知り合いが実は全然何も分かってなかったっていうのを知った時に、ちょっと衝撃を受けるんですね。じゃあ今までは何なんとなく勘でやってたわけっていう感じですね。もちろん、その傍観者であるとか、音楽は聴くだけっていうふうに限ってるんだったら問題はないんですけど、仮にもプレイヤーの方に回りたいであるとか、
仮にも指導者になってみたいなどというお気持ちがあるならば、そこはもう肝に銘じて腹を据えて、ブレずに学んでいただきたいです。私はそこがブレたことはございません。その成果がものすごく出ているかどうかは疑問です。私前もいつもお話してるんですけど、肘がね、私関節がものすごく弱くて、脱臼するんですね。なので、もう今私にとって弾ける曲というのは限られてきました。ですから私が弾けるであろう、弾けるというのは can play って意味じゃないんですよ。美しく弾けるであろうと私が予想できるものという意味です。弾けるというのはそういう意味なんですよ。can じゃないんですね。can っていうのはとりあえず音が読めて指が回るっていう、そこまでのことを弾けるとは専門の世界では言わないです。すいません、すごくくどくなってますが、ここの部分が分かってない人があまりにも多すぎるので、音楽を楽しむということに、例えば指が回ってるとか回ってないっていうことは関係ないかもしれないけど、たくさん聞いたら分かってきます、そういうことは。たとえ自分が弾かなかったとしても、歌わなかったとしても、作らなかったとしてもね。だから間違ったメッセージになりかねないなと思ったので、今後はそのこの方がいいですよということは申し上げますけど、繰り返しとなりますが、簡単にできることはありません。ですので、毎日毎日毎日練習するんです。ご飯食べない日ってないでしょ。トイレ行かないことないでしょ。顔洗わない日ってないですよね。それと一緒です。練習っていうのは毎日するものであって、毎日毎日の積み重ねです。すぐにできるようになることもないし、簡単にできることもないです。で、これも繰り返しとなりますが、学び続けてる、尊敬できる方に学んでください。そして、独学は結果的に遠回りになりますので、1万人に1人ぐらいはもしかしてできるかもしれないです。でもそれはある程度素質があって、さらに努力という部分でブレのない人に限ります。そんなにね、凡人は強くないんですよ。私も含めです。だから習った方がいいですよ。ですから自分の尊敬できる方を見つけて毎日練習する。そうすれば、まあそうですね、毎日毎日練習すれば10年ぐらい経ったら、まあ何がしかの形になるんじゃないでしょうか。どういうものであっても、それはどんな分野でもだと思うんですけどね。気楽に構えてほしいという話、重大なことと思って怖がらないでほしいという話と、簡単にできるということは違うということを伝わってたら嬉しいです。とにかく練習は毎日です。弾かない日っていうのがあるっていうのは、少なくとも学習時においてはありえないです。インフルエンザで40度あったらできないかもしれないけど、まあそれでもやる人はやると思うんだよね。まあそこまでは言わないけど、急にできるようになることもないです。一人で急にできるようになることはない。これは全てのことに言えることだと思います。大変くどくなりましたけど、これは私自分への戒めも込めて喋っておりますので、まあね、めんどくさい人だなというふうに思われた方もあると思うんですけど、間違ったメッセージをね、送ってたらまずいなと思ったのでお話ししてみました。今日はですね、これ庭でね、ラベンダーが咲いたんですよ。いかがですか？皆さんにこの素晴らしい香りをお届けできないのが残念です。なので、ラベンダー色の、ワンピースを着てみたんですよ。そんなわけで、これも繰り返しとなりますけど、ちょっと折れちゃってるか、よいしょ。見た目の綺麗さっていうのも、やはり何かを表現するためには大事だろうと思います。辻井伸行さんは特例です。でもあの方だってステージに上がられる時は素敵な衣装を着ていらっしゃいます。中身さえ良ければいいという考え方は凡人には当てはまらないと思います。やはり
同じ内容であれば人間は必ず綺麗な方を取ります。例えばこれでも今分かりました。こういうふうにバラバラになっちゃってるものよりちゃんと揃った方を、もし並んでこうあったとしたら必ず人はこちらを持っていくと思います。人間は綺麗なものが大好きなんですね、うん、だからそのクラシック の, あの、まあ、特にね今の若い方はすごく外見にも気を使われるけど、まあ私の年代ぐらいまでの男性はあんまり使ってなかったりもするのね。それは事実だから、それは時間を込めて、あの今ねその例えばジャニーズさんとか、世の中で人気のあるかっこいいって言われてる人たちのエッセンスを少しでもね取り入れることは大事だと思いますし、そういうビジュアルから憧れてもらうっていうことも非常に大事なことなんじゃないかと思ってるんですね。とにかく、私は、クラシック音楽というものを、本格的に学びたいとか、しっかり鑑賞できるようになりたいとか、本物志向で真剣に学んだり聞いたりしてくださる方の一助となればと思って、情熱込めてお話ししてるつもりなんです。これはもちろん自分への自戒も込めてなんですけれども、うん、だからそういうメッセージとして伝わっていることを切に願っております。それでは、これからもねいろいろな発信を続けてまいりますようですので、ぜひねチャンネル登録をよろしくお願いします。これはいつも言っておりますが、フランスのモンサンミシェル、そしてグランドピアノ、そしてこの周りはサティのグノシェンヌの5番という楽譜を私の友人のバイオリニストのアキコ先生が書いてくださいました。彼女は本当は美術で芸大に行きたかった人なんです。そのぐらい才能のある人なので、素晴らしい、素晴らしいでしょうね、絵を描いてくれました。そういうわけで私の周りには素晴らしい友人がたくさんいまして、しかも彼女たちはですねお金では逆に動いてくれない人たちです。真由美さんのためだからやると言ってくれます。そういう、ね、友人に恵まれて私は本当に幸せだと思っております。ですので、そうしたね私が日々美しいなとか可愛いなとか綺麗だなと思っているものを、お伝えできる一助、皆様にこうお伝えしていければなと思っているのだから、これからもどうぞよろしくお願いします。それでは、また別の投稿でお会いいたしましょう。 Thank you for as always. Thank you for watching. If you're interested in my channel, please subscribe and highly rate it. So see you another post. 最後までご視聴ありがとうございました。